はい、こんにちは、バブルビーです。ただいまですね、四ツ谷駅に来てます。これからですね、一泊無料キャンペーンをやっているというホテルの方にチェックインしに行きます。こちらですね、ホテルニュー翔平さんになります。こちらのホテルで、宿泊無料というキャンペーンをですね今やっているということで、早速中に入ってみたいと思います。お、なんかおしゃれ、おしゃれですね。ホテルニュー翔平って書いてますね。こちらがですねホテルニュー翔平さんの、フロントになります。フロントの横にですねラウンジがあって、こんな感じでちょっとおしゃれな空間になってますね。でテーブルがあって椅子があるっていう構成になっていて、その横がドリンクコーナーになっています。こちらはですね、ウェルカムドリンクではなくフリードリンクということで、宿泊中だったら宿泊者がフリーに飲めるコーナーということになってまして、何があるかと言いますと、ここにジュースとミルクとかね、でエスプレッソマシーンですね、でお酒というストロングゼロとか、金麦とか、こっちがワインとか、そしてフリーカップヌードルとかですね。フリーでもらえちゃって、こんな太っ腹でいいのでしょうか。いいのでしょうか。WB さん、本日はご来館いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりと楽しんでいきたいと思います。ゆっくりお過ごしください。こんなフリードリンクコーナーが充実しているホテルニュー翔平さんです。はい、そして客室はこんな感じになってます。普通のオーソドックスな鍵タイプでして、鍵を回して押すと開くという感じですかね。まあ、部屋はそんなに広くないですけども、このベッドの横にちょっとした、テーブルがあって、ベッドに座りながらいろいろ作業ができるっていう感じでしょうかね。でテレビは、壁に固定されている感じで、この横の青い壁がなかなかね、なんか面白いですね。間接照明で、でベッドは割と広い、セミダブルって感じの、ダブルかな、広いベッドですね。はい、快適に寝ることができそうです。気になるベッドサイドはですね、USB 端子、充電用のやつが2つと、AC アダプターと、あと LAN の、有線 LAN の端子もありますね。もちろん、Wi-Fi も飛んでるんで、いろんな作業もできそうです。はい、部屋にはですね、冷蔵庫ありますね。冷蔵庫とあと空気清浄機なんかもありますので、まあビジネスホテルとしては非常に、気の利いた感じの部屋になってます。はい、こちらユニットバスはですね、ビジネスホテルによくあるスタンダードなタイプのものですね。シャワー付きトイレと、バスタブということで、まあこの感じよくあります。でちゃんとサニタリー類も、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープが揃っているということで、そして歯ブラシとかですね、あのカミソリまでも揃っているということで、必要なものは大体もうある、何も困ることはないですね。さらにすごいのはですね、こんな券がもらえたんですよ。無料券、地酒1合&つまみ1品、ビール、中、またはドリンク類で、つまみがカツ味の刺身っていうのがですね、この1階に、居酒屋が入ってるんですけど、その居酒屋でもらえるということで、すごいですね。あの先ほど、ロビーにフリードリンクでアルコールまであったにもかかわらず、ホテルの1階に入っている別の居酒屋のテナントで、お酒とおつまみが楽しめるということで、かなり太っ腹ですね。いいのかこんなのでって思いますけども、もう心配になるぐらい太っ腹なサービスをされてます。はい、ということでホテルニュー翔平の、フロントに来ております。このフロントのですね、今いらっしゃるのは、ホテルの豊泉さんでございます。ちょっといろいろお聞きしたいと思うんですけども、今回のこの無料宿泊キャンペーンなんですけども、まずどうやってどういった意図で始められたものなんでしょうか。はい、ですね、コロナの影響でですね、はい、ちょっとホテルの、はい、あの宿泊がちょっと、うん、ってなっておりますので、はい、社長が考えたんですけれども、はい、空室を埋めようということで、うん、じゃあちょっとやってみようということで、うんうん、まずはホテルの良さを知っていただくという、うん、はい、なるほど、はい、反響はいかがですか。反響はすごいですあの PR タイムズで1位になってましたね、記事が。そうですね、すごいですね。予想されてない反響だったということですか。そうです。あ、もう先ほどね、テレビに
出られて、それからも今も電話が鳴りっぱなしだったんですけども、すごいことになっておりますね。お忙しいところすいません。いいとで、ね、僕今日ですね一泊させていただきますので、はい、いろいろとホテル のいいところをですね、はい、こういった形で紹介させていただければと思いますので、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ホテル入翔平さんですね、宿泊そしてプラスこの地酒1合&つまみ一品の無料券というのがありまして、これを使うにはですね入翔平さんの1階に入っている居酒屋さんに来て使うということなんですけども、そこで飲む地酒のラインナップはやばい、こんだけ揃ってます。で、赤い線が引いてるのが今はもうないので、引いてないやつから選ぶわけですけども、今日選んだのは群馬の尾瀬の雪解けということですね。はい、オーダーしてみました。そしておつまみのカツ味の刺身をいただきます。尾瀬の雪解けをいただきます。動いてる、動いてる、こいつ動いてる、あ、動いてる、やばい、動いてます。はい、尾瀬の雪解けをいただきます。それでは尾瀬の雪解け飲んでみたいと思います。うん、飲みやすいですね。今週こんなに辛口ではない、でプラマイゼロですね。飲みやすい今週です。そしてですね、カツ味の刺身をいただきたいと思います。さっきまでプリプリ動いていたこいつですね。これを醤油つけて。うん、うまい、最高です。入翔平さんの、朝食タイムです。朝食もこのロビーで行うんですけども、まあ、用意されているのがジュース、そしてパンで、横にあるのがお茶漬け用の具とお茶漬けスープですね。で、まあ、こういう感じで軽くお茶漬けをもらうことができると。でご飯は言ったら、出していただきます。でこんな感じで今日はですねお茶漬けを食べてみたいと思います。はい、ということでホテル入翔平さん、チェックアウトいたしました。非常にですね快適に過ごすことができたかなと思います。まあそのそんな広いホテルではないし、ゆとりがいっぱいあるようなねそういうスペースがあったりするわけではないんですけども、四ツ谷駅からね徒歩すぐのところで、まあ、こんなにね、まあ、快適に過ごすことができるホテルがあると、まあ、そしてそれがですね今その SNS のアカウントを持ってる人とか限定で、無料で宿泊っていうね超太っ腹な企画に、まあ、参加させていただいて、非常に助かっております。はい、まあ、これからもですねあのホテル入翔平さん機会があったらぜひ使いたいなと思います。というわけで、こんなレポートになりました。入翔平さんどうもありがとうございました。バブルビーでした。チャンネル登録してね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 。